はい、令和元年度の本試験、大変お疲れ様でした。それではですね、まずは択一式から見ていきましょう。当日ですね、回答速報という形で、動画も出していますけども、あの時は速報ですので、ちょっと時間の都合上ですね、全部について解説できませんでした。なので、この動画では詳細にですね、一問一足ずつ、しっかりと分析していくということになります。まず速報のところにも言ったんですけれども、基準点ですね、12から13というふうに、12ですかね、基準点は12問、択一12問というふうに、中山は予想しております。アガルートの受講生の方からですね、多くの自己採点の結果いただいてますけども、多いレンジが、択一は16問から17問、このあたりですね、このあたりが多いと。で、納得です。過去問をしっかりやってると解けるのが16ぐらいで、もちろんね、知識の幅として過去問を超えることはないんだけれども、ちょっと現場で応用力みたいなのを持ってると解けるのが、全部20問、20問全部取れます、ということになります。ですが時間がこうない中、焦った中ですね、本試験で全部20問に対してその応用力発揮できるかっていうと、それは結構離れとかね、いろいろしてないと難しいです。なので16から20のところでこう分布するというようなイメージですよね。でも基準点という意味で、全体の問題の難易度からすると、12問ぐらいが相当なのかなというところになります。たまたまね、3年ごとに、択一の基準点が12問っていうのがね、幅に、なってますけれども、2013、2016、そして2019ですね。そのあたり、12問かなというふうに予想しております。はい、では早速ですね、見ていきましょう。まずは問1から見ていきましょう。問1、物件的請求権に関する問題ということになります。特に、いきなりなんだけども足あですね、足あなんですが、B が A に無断で高土地上に、高土地っていうのはこれ A が持っている土地に押す建物を建てたと。で、B がですね、所有権登記名義になっている。でその後、実態上のですね、所有権が C に移転したけども、C は所有権登記名義にはなっていない、所有権移転登記はしていない、 B のまま。でこの場合にということで、この問題の書き方がですね、A は B に対しては物件的請求権の行使できるんだよ、でも C に対してはどうなのっていうふうに、通ってるわけなんですけれども、これ実は原則はこれ C に対してはできます、 C に対してはすることができる。物件的請求権のですね、請求先というのは現に侵害しているものです。現に侵害しているもの、登記名義とか関係ないですね。なので原則これ、侵害の請求というのは、物件的請求権の行使というのは C に対してすべき、こっちが原則。だけどもこの問題で言うと、 B は自らの意思でですね、登記を経由しているため、 B に対してもすることができる、そういった話になっています。なので原則は C に対してできる、でもこの問題、この事例では B に対してもできるんだよねと、いうことになっています。なので B も C もできるので、この足は誤りということですね。ちょっとこの問題の出し方が、どっちが原則なのかね、がちょっと見えづらくなってしまいますので、しっかりとそこはですね、確認してください。特に過去問演習でこの令和元年のやるときにはちょっと注意が必要ということになります。続いて E を見ていきましょう。A は B に対して売却して、 B が高土地の所有権を取得したが、所有権登記名義には A のままであったと。で高土地を C が違法に占有している。はい、違法に占有しているので、もう無権利に占有していると。ですのでもうこの C というのはこれ第三者ではありません。ですので B さん、確かにですね、所有権登記名義にはなっていない、登記を備えていないわけですけども、
C はもうね、第三者、177条の第三者ではないので、C に対して公と地の明け渡しを求めること、 B が求めることというのはすることがこれできます。なので正しい足ということですね。では右を見ていきましょう。はい、C は乙動産を所有する B に無断で乙動産を持ち出し、 AB に無断で公と地上に乙動産を放置したと。A が公と地の所有権に基づき乙動産を所有する B に対して撤去を請求、この場合 B は乙動産を実際放置したのは C なんだけれども、それを理由にですね、その請求を拒絶することができるかという話なんですけども、妨害排除の請求権、これテキストに、書いてありますけども、故意過失要しません、だから B のものだったら別に B がねしたとか、ね、B のせいでとか、そういうのは問われないわけですね。損害賠償請求には故意過失必要ですけれども、妨害排除の請求、こちらには故意過失は要しませんので、まあ、C がやったんだよってね、B が言ったとしてもそれでですね、なんかこう拒絶することということはこれすることができません。なので、右の足は正しいということになります。では絵を見ていきましょう。B は20年間所有の意思を持って平穏公然に公と地を占有していた、ということで、ね、20年間で平穏公然とやってますから、まあ、これ時効が完成していると。でさらに援用しているので、もうこれは B に所有権があるということになります。なのでもうこの時点でですね、 A から B に所有権が移っています。よってですね、B はこれはもう、A はもう所有権がないわけですね。なので物件的請求権の行使なんていうのはこれすることができません。所有権がないからということになります。することができないので正しい足ですね。では最後足を見ていきましょう。B が公と地に地益権を有すると。まあ、地益権もこれ物件ですので、物件的請求権があります。C が違法かつ恒常的に公と地に自動車を駐車し、地域権の行使を妨げ、地域権を侵害しているときは、B は地域権に基づき、A に対しては C による地域権侵害行為を禁止するために必要な措置を取るよう求めることができるが、C に対しては地域権侵害行為の禁止を求めることはできない。これすることができます。つまり妨害排除請求権ですね。これをすることができると。なんでかっていうと、地益権っていうのは物件だから、物件に基づくですね、物件的請求権、これをすることができるということになります。まあ、ただしちょっと注意しなくちゃいけないのは、地益権、これ占有する権利ではないんですね。なのでこの足にあるような妨害排除請求権、これの行使をすることはできますけども、返還請求権はすることはできません。公と地を私に返してねというですね、返還請求権は行使することができないと。でもこの足にあるような妨害排除請求権の行使はすることができる、できるので、これはできないとしているところからですね、おの足は誤りということになります。なので正解は2番、ということですね。はい、こんな感じで、いきましょう。では続きまして問い2を見ていきましょう。問い2なんですが、 ABC が3分の1のずつの持ち分で公と地を共有していると、共有です、だから保存管理変更と、ねいうですね、まあ、共有のところがポイントになってくるのかなというところですね。正しいものの組み合わせを選べよと、まず青を見ていきましょう。公と地について無権利者である D が、単独で所有する旨の不実の登記、それはですね、不実の登記の抹消というのが、まあ、これ一つのキーワードになってきます。不実の登記の抹消なんですけれども、これこちら保存行為です。保存行為、ですので共有者はですね、それぞれ単独で不実の登記の抹消、これをすることができます。ですので A は BC の同意を得ない限りすることができないと。これ誤りです。同意は必要ありません。単独ですることができますので、あの足は誤りということになります。続きまして E を見ていきましょう。これも同じような理由なんですけども、
第三者 D が違法に公土地を占有している場合は、同意を得なくても D に対して公土地の明け渡しを請求。明け渡し請求というのは、こちらもですね、保存行為ということになります。ですので単独ですることができる。でこの足は B 氏の同意を得なくてもすることができると書いてありますので、意の足は正しいということになります。続きまして右を見ていきましょう。 A が B 氏に無断で公土地に変更を加える行為、これ変更を加える行為というのは、いわゆる変更行為ですので、これ全員でしなければならないものですね。ですけれども、他の共有者に無断で単独でしたと、B は C の同意を得ていないときは、A に対して当該行為の禁止を求めることができない。こういう変更行為の禁止、あるいは変更した後の原状回復請求、こういうものは単独ですることができるということになります。なので、C の同意を得ていないときはできないと書いてありますので、これは誤りということになります。変更行為をやめさせる、禁止を求めるとか、現状に回復を請求するということは、これ単独ですることができるので、うの足は誤りと。続いて絵を見ていきましょう。第三者 D が違法に公土地を占有している。この場合 A は D に対して B 氏に生じた損害についての賠償を請求することができない。損害賠償請求ですね。損害賠償請求は事故の持ち分についてのみ、請求することができると、行使することができるということになります。なので A さんが、損害賠償請求をすることができるのは事故の持ち分3分の1、これについての事故の、損害、賠償の請求しかできませんので、 B、C に生じた、これはすることができません。なのでえの足はこれ正しいということになります。はい、を見ていきましょう。 ABC が共同して公土地を D に賃貸している場合において、賃貸というのがポイントですね。 D に債務履行があるときは A は BC の同意を得なくても当該、賃貸借契約を解除することができるかと、これ賃貸借契約の解除、賃貸借契約の解除というのはこれ簡易行為です。管理行為、管理行為ですので、持ち分の価格の過半数、これですることができます。通常ですね、解除というものは全員から全員に対して、するというものなんですけれども、この共有のですね、賃貸借契約の解除、これはちょっと特殊で管理行為なので全員からじゃなくて持ち分の価格の過半数ですることができるということになります。なので、これ、A さん単独で A さんこれ持ち分3分の1ですから過半数の価格になってません、ですので解除はできませんので、おの足は誤り、いえが正しいので、足4が正解ということになります。続きまして問い3を見ていきましょう。遺言ですね、まず未成年者であっても15歳に達していれば、もうこれ親族法なんで、財産法の方の未成年とかそういうものが、だいぶ話は変わってきます。遺言で言えば15歳に達していればですね、単独で有効に遺言することができますので、の足は正しいということになります。続きまして意を見ていきましょう。実証書遺言の作成日付を期日、遺言というのは撤回の、とか取り消しとかいうところでも大事になってくるんですけども、何よりも遺言作成したこの順番、こちらが大事になってくると。順番はどこで見るのかといったら、それ作成の日付ですよね。だから日付も辞書しなくちゃいけないわけなんですけれども、その日付が曖昧だとダメ、だからね、長野オリンピックの開会式の日とか、そういうふうに特定できればいいんですけれども、この吉日、というのは、じゃあ一体いつなのかというのがこれ明らかになりませんので、こちらは無効になるということになります。なので有効であるとしていますので、こちらは誤りということですね。はい、実証書遺言の足を見てみましょう。実証書遺言については印象、要は印鑑による押印、
これに変えて手刀に朱肉をつけて押捺することができる、うん、要は指にこうね、インクつけてこうやって押す、うん、この指紋を取るみたいな、これはできるのかというと、こちらは有効ということになります。まあ、うがこれ知らなくても、まあ、あがね明らかに、正解正しいし、いも明らかに誤りなので、まあ、この、ね、選択肢1が潰れますよね。なのでうをこれ知らなくても足2で正解に出せたという方が多い、そんな問題になります。続きまして絵を見ていきましょう。遺言者が口が聞けないものである場合には公正証書遺言を利用することはできないと、うん、まあ、公正証書遺言なんですけども、まあ、原則として立ち会い人2人で交渉人に口述すると、こちらは原則なんですが、うん、あくまでも原則、ね、ですので口が聞けないものである場合は、ね、口述以外の方法を取ると、いうことはできますので絵の足は誤りということになります。続きまして O を見ていきましょう。 A と B が同一の紙面にそれぞれ遺言と日付を記載した、うん、同一の紙面ですのでいわゆる共同遺言ということになります。共同遺言というのはこれ原則禁止されているものですね。その紙面に A が署名押印をし B が署名押印をしていないときは A の単独の遺言として有効となるかと、うん、こちらは誤りということになります。で共同遺言なんですけども容易に切り離すことができる、この場合は、まあ、超例外的に OK とね、いうような判例ありますけれども、まあ、今回はその事例じゃないですよね。同一の紙面なんで容易に切り離すなんて言葉は出てきません、うん、なので、まあ、原則通り、共同遺言なのでこれ禁止されていると。まあ、共同遺言というのは容易に切り離すというですね、例外以外はもうこれ原則として禁止されてますので、この問題のおも有効とはなりません。全部無効ということになります。正しいものの組み合わせはということですからあとうで、正解は2ということですね。はい、ということで、まあ、民法3問です。まあ、一番難しいのは、まあ問い1じゃないですかね、うん、まあ、一番最初にこれだけ分量が多いですね、まあ、問題文が出てきて、まあ、ちょっとこうね、うん、こう全体のこのねスピード感がこう落とされてしまうと、ね、落とされてしまったという声も聞きましたけども、まあ、でも中身を見てみると本当に基礎的なもの、うん、こちらもちょっと事例でねちょっと服を着てるんだけれども、うん、それでも問われてる内容というのは非常に基礎的、まあ、ちょっと問3が基礎的じゃないような話が入ってきていますが、まあ、それでもちゃんと基礎的な論点だけで答えを導き出せるようになっていると、うん、なので、まあ、3問中3問は正解したかったかなと、まあ、2問でもまあなんとかなるかなというところですね。はい、では不動産登記法に入っていきましょう。不動産登記法に入ると、まあ、一点としてですね基礎的なものになってくると、うん、と読んで結構、ペースがですね良かったなと、うん、ペースを取り戻すというような問題になります。管轄登記所ですね、まあ、特に管轄登記所といえば建物の方こちらがポイントになっていきます。まず足青を見ていきましょう。主が高登記所で付属建物が乙登記所の管轄区域内にあると、うん、これ建物の管轄というのは付属建物がある建物の管轄というのは主である建物、こちらがですね、管轄登記所ということになります。まあ、この問題でもね高登記所において登記されてるなんていうふうにね、わざわざ書いてあるわけなんですけれども、うん、なので、こちらはもう管轄登記所は高登記所ですので分割の登記の申請も高登記所に対してしなければならないと、うん、もっともですね。なので正しいということになります。では意を見ていきましょう。市町村合併により所在地が高から乙登記所の管轄に転属した、うん、この場合の登記の申請はどっちにするのかという話なんですけども、
管轄登記所が転属したら、これ移送されます。移送、転属した不動産に関わるところがですね、全部高登記所から乙登記所に移送、移る、送る、移送されるんですね。でその移送なんですけれども、登記所が閉まってる時にこれ全部やります。なので申請できる時間帯に、ね、この移送してるっていう状態はこれないんですね。なので移送前だったら高登記所に申請すればいいし、次の日になってもう移送終わってるので、次転属したらもうそれ以降は乙登記所、こちらに登記の申請をするということになります。なのでいずれのっていうのが移送の場合はありません。夜のうちにね全部移送されますので、ですので当該建物の表示に関する登記というのは乙登記所にすると、一夜で移送されますので、なので意の足は誤りということになります。続きまして右を見ていきましょう。区分建物の敷地権の目的である土地、こちらが高登記所の管轄区域にあったと、でも、ね、その区分建物自体は乙登記所の管轄にあった、当該土地の表示に関する登記は乙登記所に対してすることはできないと、土地の表示に関する登記を申請するのは当然ながら土地の管轄です。で土地の管轄といえばこれ高登記所とありますので、土地の表示に関する登記の申請というのはこれ高登記所に対してすると、なので乙登記所に対してすることはできませんので、右の足は正しいということになります。続きまして絵を見ていきましょうと、ね、あちなみにこの右なんですけども、もしこれは、ね、所有権の敷地権でしたら、ね、もう敷地権である旨がこっちの土地の方の登記録にありますので、所有権者が分かりません。なのでしかも多管轄のね区分建物の目的になってますので、なのでこっちの区分建物の登記事項証明書を提供して申請するとか、そういう派生論点はありますけれども、この足で問われているのはすごい基礎的な話ね、土地の表示に関する登記というのはその土地の管轄指定所にするんだよっていう非常に基礎的なですね、ものを問うているということになります。なので上は正しいですね。では絵を見ていきましょう。管轄区域をまたがって建物が新築された、これの表題登記の申請はということなんですけれども、これ管轄がまたがるとき、これは、どっちに対してするのかといえば床面積が多い少ない、ね、だから多い方とかではなくて管轄指定があった方、こちらにですね登記の申請をするということになります。なので床面積の多い部分ではないですね、なので誤りということになります。ちなみにこれ表題登記をした建物の所在欄、その所在欄の地盤の書き方も管轄指定された方から書きます。普通は床面積が多い方が先に来るんだけれども、またがった場合は管轄指定の方の所在が前に来る、何番地っていうのは前に来るというところも合わせて押さえておきましょう。はい、続きまして O を見ていきましょう。高登記所において登記されている建物について乙登記所の管轄区域内の土地の上に付属建物を新築した、高登記所が主、乙登記所が付属ということになります、なのでもうこれ足跡と同じ話になるんですね。当該付属建物の床面積が主である建物の床面積の多い時であっても表題部変更登記というのは管轄の高登記所に対してしなければならない、正しいですね。あとおというのは、根っこが同じ、そういった問題になっているということになります。では問5を見ていきましょう。地目に関して結構ストレートに、問うた問題ということになります。足あですね、足あ、これその通り、丸なんですけども、ガソリンスタンドでわざわざね図まで書いてあって、でその建物の事務所というのが、付随的なもの、ね、こっちがメインだよと、給油という行為自体がメインだよという場合はこれも全体が雑種地になると、なのであの足正しいんですけれども、これ知らなくてもね、
意とおが明らかに誤りなので、正解が3に出せたと、そういう問題になります。見ていきましょう。まず意なんですけども、宅地に接続して設けられたプールの地目。屋外プールというのは宅地に接続していれば宅地、離れていれば雑種地ということになります。で、足意なんですが、接続していますので、こちら屋外プールの土地の地目は宅地になります。なので意は誤りということですね。意を見ていきましょう。もっぱら給水の目的で、敷設された取水口から浄水場までの水路のように供する土地。これ給水の目的ですので、これ水道用地ということになります。こういったですね、水路、こちらの地目注意してください。用枠水路と、いうのもありますし、今回みたいな給水の目的であればこれ水道用地ということになります。他にも水力発電のための水路、これ何ですかね、これ雑種地ですよね。水力発電のための水路は雑種地ですし、その水路の先にあるダムの地目にも注意。貯水用のダムだったら、水道用地、だし、これがですね、発電用のダムだったらこれ地目は地礁になります。地礁、池沼。なので、この水路とかダムっていうのは、その用途によってですね、地目が結構変わってきますので、その辺もね、合わせて、何回も過去問では問われているんですけども、合わせて押さえておいてください。はい、なので上正しいですね。では絵を見ていきましょう。用水を利用して、わさび、用水をね、利用してといえばこれ全部田です。田、水田だけじゃなくて今回のわさびとか、あと過去問で出てるのハスですね、ハス池、ああいうなんか用水を使って耕作している土地というのはこれ全部田になります。一方、用水を利用していなければ、こちら畑になると。わさびも、用水を利用してっていうキーワードが出ていますので、これ田であると、正しいです。お、耕作の方法によらず畜牧ですからね。畜牧はこれ山林ということになります。これで書いてある原野っていうのは雑草と灌木類ですね。山林と原野っていうのは、よく比較してですね、テキストでも比較して出てますけども、よくこう比較して、抑えるべきポイントだったので、ここは何かこう違和感をね、覚えたんではないでしょうか。畜牧というのは山林なので、原野と書いてあるので誤りということになります。では、続きまして問6見ていきましょう。これ、非常にどちらも名筆の登記ということで、非常に絞った論点なんですけれども、これ結構難しかったではないでしょうか。難しい、確かにですね、中身というか必要な知識というのは非常に基本的な話、非常に基本的な話を問うてるだけれども、その聞き方がね、何ともこう難しいので、結構本試験の感じだと、結構戸惑ってしまったような声を聞きます。見ていきましょう。土地が滅失した場合はいつまでに登記の滅失の登記を申請しなければなりませんかということなんだけれども、滅失登記、これ報告的登記ですので滅失してから1月以内ということになります。ところが学生さんはですね、事実を知った日からなんていうふうに書いてある、なのでこれ誤りということになりますね。構成登記の錯誤に日付がないのと同じ理由ですけれども、なんかこう自分が知った日とかね、気づいた日とか、そういうものはどこにもね、証明するものがありませんので日付にはなり得ないということになります。滅失は実際に滅失した日から一月以内と、なので足あは誤りですね、×です。では続きまして、い、それとあとうも一緒なんで一緒に見ていきましょう。足い、一筆の土地を全部掘って池を作り、常時水面下っていうところにですね、ちょっと引きずられちゃった方がいらっしゃるかもしれませんけども、
池というのはこれ地沼ですね。池沼という地木があります。なので申請しなければならないのは地木変更、また足うですけども、一筆の土地の全部を掘って人工的に水路を設けた。これも水路なので弱く水路とか、ね、さっき言った水道用地とか、ね、雑種地とか、ありますけども、まあ、いずれにせよ地木変更ということになります。なので足いも足うも目質をしなくちゃダメだよと、言ってるんで、これ両方とも×ですね。それぞれ地木があります。地木があるっていうことは目質じゃなくて地木変更の登記、これを申請することになりますので、いとうは×ということになります。はい、では絵を見ていきましょう。うはここまでですね。絵春分または秋分における満潮時において全部が海面下に没するようになった、この場合は名刺の登記を申請しなければなりませんか。はい、これは申請する必要がありますということになります。いわゆる公有水面、それと不動産の土地、これのですね境界についてなんですけれども、これ水面が高いところで見ます。春分秋分だったら満潮時だし、そうじゃなかったら降水位の時、いずれにせよ水、ね、一番この水が多くなっているところが、土地と固有水面の境界と、にするという、これ取り扱いになっていると。なので、まあ、満潮時にですね全部が海面下に没するのであれば、もうこれ私人の権利がですねもう消えてしまうと。なので名質の登記を申請することになるということになります、ね、海面という地目はありませんからね。では尾を見ていきましょう。崖崩れによって一筆の土地の一部が常時海面下に没するようになった、この場合名質の登記を申請しなければなりませんか。いえいえ、ね、一部がなので地籍の、まあ、減少の方のね変更登記を申請することになります。正しいですね。まあこれ地籍変更登記ね、この海面のこれって結構いろんな、まあ、微妙なところがありまして、まあ、今回みたいな一部が海面下に没するのであれば、これは間違いなく減少によるですね地籍変更登記、これを申請するっていうのはいいんですけども、増える場合にですね、いわゆるよりすです。よりす、土砂がこう海から流れてきて土地がこう増えるみたいな、ああいう増加の方の地籍変更登記については、まあ、ちょっと議論があると、地籍変更登記によって地籍を増やすのか、それともその増えた部分っていうのは新しい土地なので表題登記をすべきなのかと、なので地籍の増加の方はちょっと議論あるんですけども、まあ、減少の方は地籍変更登記で良いでしょうと、いうことになりますので、尾の足は正しいということになります。尾が正しいので足5が正解ということですね。はい、続きまして問い7を見ていきましょう。地籍測量図に関する問題ということになります。足あ、まあ、原則として地籍測量図には気温三角点等に基づく測量成果による引っかい点の座標値、これを記録しなければなりません。平面直角座標系でですね、気温三角点等に基づく座標値というものを記録しなければならないと、だけれども近傍に気温三角点がない場合、あるいは何か特別の事情がある場合、まあ、この2つはキーワードなんですけども、この場合はいわゆる任意座標、任意座標、これを使うことができます。で、任意座標を使う場合であっても近傍の恒久的な地物に基づく測量成果による引っかい点の座標値、これは記録しなければならないので、の足は正しい丸ということになります。では意を見ていきましょう。1の申請情報を持って隣接する数筆の土地の分筆の登記を申請するまあこれちょっとね、他の問題で分筆の登記は1の申請情報ですることができるかというですね、問題がちょっとかぶって出ちゃってるんですけれども、当然ながらすることができるということになります。なので
あれですね、問11のおですかね。問11のお、ね、分筆と分筆は1の申請情報によって申請することができないと、うん、だからこれは×なんだけれども、ねまあ、このいで、まあ、ちょっと答え書いちゃったんですね。あの1の申請情報を持って分筆登記を申請する場合は、分筆後の土地の地籍測量図は分筆前の土地ごとに作成する。まあ、本来地籍測量図というのは、あの地籍構成の時とね、イメージしてもらえばいいんですけども、一筆ごとに地籍測量図は1枚というふうに作成します。ですが分筆の場合だけ、ちょっと例外的にですね、分筆前の土地ごとに1枚、だから2筆に分筆するなら2筆で1枚、3筆に分筆するなら、まあ、今回の記述式の問題ですけども、3筆で1枚というふうに作成すると、だから正しいということになります。続きまして右を見ていきましょう。地域圏の接点登記がある省益地を分筆する場合において、まあ、省益地の分筆は、用益地が職権で、ね、変更されるなんていう論点が出てきますけども、分筆登記を申請する場合において添付情報として地籍測量図を地域圏図面とともに提供するときは、地籍測量図の縮尺を地域圏図面の縮尺と同一にしなければならないと、これあの地籍測量図の問題なんですけども、まあ、地域圏図面の問題でもあります。というのは地域圏図面というのは、ね、あの一筆ごとに作らなければならないというものでもありませんし、縮尺も決まりはありません、ね。一方地籍測量図というのは、まあ、この下でも出てくるんだけれども250分の1で作りますので、地域圏図面の縮尺と同一にしなければならないということはこれありません、×ということになります。はい、あれですよね、あの土地所在図、あの、まあ、同じような問題がこの後に出てくるということになります。まあ、その時にまた見ていきましょう。はい、足絵ですね、まあ、これちょっと難しいです。地籍測量図は表題登記がない土地について所有権を有することが確定判決によって確認されたものが所有権の保存の登記、この場合、地籍測量図を提供しなければならないのかと、うん、まあこれあの土地家屋所有者の試験なのかなと思ったんですけども、まあ、所有権保存登記のする時のですね添付情報としまして、地籍測量図、あとまあこれはあの表題登記がないので土地所在図も必要になります。うん、まあ、表題登記がないので表題登記を飛ばしてね、やりますので、表題登記に必要な土地所在図と地籍測量図、こちらを提供しなければならないということになります。まあ、ちなみにこれはあの表題登記がない土地ですけども、表題登記がない建物について所有権保存登記をするとね、いう場合は各界平面図と建物図面、これを提供しなければならないということになります。まあ、もしかしたら今後ね派生論点として出ることもありますので、まあ、それも押さえておきましょう。続きまして足尾です。地籍測量図の保存期間は閉鎖されたものであっても永久とされる、うん、30年ですね。地籍測量図に関しては、まあ、他の図面もそうですけれども、変更構成があれば変更構成前のやつは閉鎖されます。30年間保存されてね、保存が、閉鎖されて30年間保存、あるいは書面で作られたものを電子化した、ね、電子化したこれも30年間の保存ということになります。なので、まあ、地図ではないので閉鎖されたものであっても永久とされるというのはこれ誤りということになると。誤っているものの組み合わせはですから、うとおが誤りで足語が正解ということになります。はい、では、続きまして問い8を見ていきましょう。土地の表示に関する登記の申請情報添付情報に関する問題と、まず足あですね、会社法人等番号に関する問題ということになります。一目変更登記を支配人によって申請すると、うん、まあ、支配人の権限を称する情報、こちらを提供してあげなければならないと、まあ、言うなれば資格証明書ですね、資格を称する情報、これを、ね、あの提供しなければならないと。ですが会社法人等番号を提供することによって
資格証明書の提供に変えることができるということになります。なので、資格を証する登記事項証明書を提供しなければならないというのは誤りです。なぜなら会社法人等番号を提供するという方法もあります。なので、あはバツということですね。では、意を見ていきましょう。土地の表題登記を申請する場合において、申請人である当該土地の所有者が住民票コード、これを申請情報と合わせて提供する場合は、住所証明書の提供をこれ省略することができます。これは非常に基本的な話。なので、意は正しいですね。では、うを見ていきましょう。土地の表題登記を申請する場合は、地番、これを申請情報の内容として提供しなければならないのか、誤りですね。土地の地番とか、建物の家屋番号、これについては登記書が付すものですから、申請が、人がこう地番をこう提供するというのはこれ原則ありません。今回の記述式みたいに予定地番が、あればまた話は別なんですけれども、提供しなければならないというのは少なくとも誤りですので、うは×ということになります。では絵を見ていきましょう。所有権の登記がある合筆の登記だから、登記識別情報と印鑑証明書が必要な登記ということになります。で、登記識別情報を失念したときは提供することができない正当な理由、これを申請情報の内容として提供しなければなりませんと。正当な理由として不通知、それと今回の失念、あと失効ですね、失効の申し出の失効、不通知、失念、失効、これはですね、正当な理由ということですから、他にもその他っていうのがあるんですけども、少なくとも失念というのはですね、正当な理由ですので、それをですね、申請書に書かなければならないと、チェックボックスを塗りつぶして出さなければならないと、なので絵は正しいと丸ということになります。では O を見ていきましょう。国または地方公共団体が所有する土地なので、いわゆる嘱託ですね。この場合は所有権証明書の提供を省略することが、これすることができます。基本的には今回の所有権を称する情報のような登記の申請を担保するようなもの、登記の申請、正しい登記なんだよ、私正しい所有者なんだよというものをこう自分で自分で証明するのはおかしいですから、そういった申請を担保するものというのは提供が不要になります。具体的には今回の所有権証明書とか登記識別情報、あるいは印鑑証明書とかね、こういうものというのは、普通の申請と違いまして、嘱託の場合は、いりません。なので O は×ということになります。正しいものの組み合わせはとありますので、意と絵が正しいので足3が正解ということになると。では問い9見ていきましょう。これは難しいですよね。丸ついてますけども、特に足あ、というのが、実際中山もこれを問題見て解いたときにちょっとあれと思った。見ていきましょう。下の立面図、略図のように近接して建てられた2棟の建物で2階部分に出入りするためには同一の屋外の階段を用いるほかないとき、この場合2棟を1個の建物として取り扱うのかという話なんですけども、この絵、こういうのってよくありませんかね。いわゆるアパートとか、ちょっとこの絵だとイメージしづらいんですけども、なんか外階段があって2階にこう、なんていうんですかね、こう1階に何部屋かあって、でここにこう外階段がついていて、2階にですね、こうなんか手すりがある、ちょっとこう廊下みたいのがあって、そこにこう2階の建物があるような、いわゆるこういうのってアパートみたいなね、イメージ、これもこの絵と同じですよね。こういうアパートというのは、いわゆるですね、建物の種類で言えば共同住宅というふうになります。共同住宅というのは、
まあ、一個の建物として取り扱っているわけですから、あは正しいということになります。ちょっとこれ、難しい問題ということになります。まあ、問い合わせは間違ってもしょうがないかな。でも結構間違っている方よりも合っている方の方がなんか多いイメージですね。では意を見ていきましょう。下の平面概略図のように3棟の建物があって、こうやってこう3棟の建物があって、異なる借主の居宅として利用されているとき、この場合でも1個の建物として取り扱うことができるのかと、いうものですけど、これできないです。できないです。なんでできないんですかと言えば、要は1個の建物として取り扱うってことは、これ別々のね離れてる建物なんで、首都を付属にするっていうことでしょ。こういうのはすることができません。なぜなら公用上の一体性がないからね。こう並んでる倉庫の判例が有名ですけども、先例が有名ですけども、全部が全部ね同格なんで、どれかが主でどれかが付属っていうようなんですね、ものがないんですね。なので全部が全部別々に建物なので、3棟の建物を1個の建物として取り扱うということはこれできません。罰です。ね、しかもこう離れてるんで、区分建物としてね、1棟の建物としてこう取り扱うということもこれできません。なので意は罰ということになります。では右を見ていきましょう。 A が所有権登記名義である公建物に近接して、公建物に近接して乙建物を新築した。で、その建てる前に公建物に抵当権がついていた。その時は主婦として1個の建物に取り扱うことはできないのかというと、これできます。当然ながらこの抵当権というのはこの住宅ですね、付属建物にも及んできますので、これは取り扱うことができます。なので右は×ということですね。まあ、抵当権ついてるってことは、付属建物の新築の前に公建物に所有権の登記があるわけですから、まあ、この後分割するときにですね、分割による所有権、の旨がこう押す建物、分割後の押す建物の登記録に書かれるとか、そういう派生論点も押さえてください。まあ、派生論点の方がね過去問に出ているので、まあ、ここは、バストできたのかなと思います。では絵を見ていきましょう。数個の占有部分に通ずる廊下で、建物の構造上区分所有者の一部の共用に供されるべき建物の部分、数個の建物の占有部分に通ずる廊下、これ法定共用部分ですよね。法定共用部分は不動産登記法で登記できる建物ではありません。占有部分には法定共用部分除きますよね。なので、こちらは建物を取り扱うことはできませんので、絵は×。一方を共用部分である旨の登記、これは絵と違って、絵は法定共用部分ですけども、をは規約共用部分ということになります。で、規約共用部分というのは、一度占有部分として表題登記した後に共用部分である旨の登記をすると。だから法定共用部分と違って、規約共用部分というのはもう建物なんですね。なので一個の建物として取り扱われますので、おは正しいということになります。まあ、法定共用部分と規約共用部分のね、違いというのが、まあ、この二足使ってね問題になっているということになっていると。で、あとおが正しいので、正解は足2ということになります。続きまして問い10見ていきましょう。建物図面と各階平面図に関する記述のうち正しいものの組み合わせはと、まず足青を見ていきましょう。敷地について地籍構成登記がされたと。要は建物の敷地の形状は変わったということですね。積極用途備えてるんだから。で、当該建物の表題部所有者もしくは所有権登記名義人、これは相続人、その他の一般承継人は建物図面の訂正の申し出、
これをしなければならないと。確かに、なんかですね、登記記録に書いてある登記記録の中には敷地のね地籍っていうのは出てきません。なので、何がね、変更登記をする場合ではないと。だけど建物図面には変更があったわけですから、これ訂正の申し出ができる、ね、そういう事例になります。これできるだけで、しなければならないではありません、ここが×なんですよね。なので、青は×ということになります。しなければならないというところが誤り。では意を見ていきましょう。書面を提出する方法により、建物図面、各階平面図を提供する場合において、用紙が数枚、数様にわたるときは、当該建物図面、また各階平面図、余白の適宜の箇所に、その総枚数及び何枚目の用紙なのかというものを記載するものとされていると。これ正しいですね。こう、建物図面、各階平面図が、2枚にわたるときは、2分の1。とかね、2分の2みたいに全部で何枚なのかっていうのが分母で、そのうちの今何枚目なのっていうのが、分子に来るような、そういうね、丸のマークをするということになります。まあこれ実は積極量図のところ の分速表示とか、ああいうところのテキストのところにはこういうものが書かれていますので、チェックしてみてください。なので正しいですね、いわ丸ということになります。では右を見ていきましょう。資格者代理人が電子署名を行って提供する、電子署名を行って提供するって、図面を提供する場合、スキャンしたものをね、署名してっていうのはこれすることできませんので、 XML とか TIFF とかで作った、そういった電子的な図面ということになります。で、電子的な図面であっても、普通の書面で書くような作成の年月日、申請人、作成者の氏名及び名称、これはですね、記録しなければなりませんので、うは正しいということになります。うは丸ね。はい、では絵を見ていきましょう。資格者代理人が電子署名を行って提供する建物図面は、地図が備え付けられているときは、その地図と同一の縮尺により作成しなければならないと。さっき積極量図と地域圏図面の話のでなんか関連する話が出てるっていうのはこれですね。問10の絵の足のことになります。地図が備え付けられているときに、地図と同一の縮尺により作成しなければならないのは、これ土地所在図ですよね。積極量図はこれ原則と、失礼しました。建物図面はこれ原則として500分の1です。土地所在図ではありません、これね。なので、これは×ということになります。原則500分の1だからですね。では足 O を見ておきましょう。区分建物として構造上の要件を備える互い隣接した2部屋を1個の区分建物として登記している場合、201と202が、区分合併、みたいな感じでですね、1個の区分建物として登記されている。でその間の隔壁を除去した、この場合ね、何の登記を申請しますかという話なんですけども、これは区分建物の合体による登記と、これを申請することになります。で、合体による登記と申請するんだから訂正の申し出ではないということですね。合体による登記等の、合体後の建物の表題部の登記のところで建物図面、各階平面図を提供することになります。なので訂正の申し出はできません。なので「い」と「う」が正しいので足3が正解ということになります。はい、では続きまして問い11、見ていきましょう。1の申請情報により申請することができるもの、正しいものの組み合わせはどれかという問題になります。はい、まず足「あ」を見ておきましょう。公・乙の表題部所有者である A は、公と地の氏名、表題部所有者の氏名についての変更と、乙と地を公と地に合筆する合筆の登記、これをうちの申請情報によって申請することができるのかというと、これは申請することができます。なぜかって言ったら、表題部の変更構成、それと分筆合筆文合筆ね、
これは1の申請情報によってすることができますので、あの足は誤りということになります。表題無償者が、ね、片方が変更して片方が変更してなければ合筆制限に当たると、ねいう論点があります。そことごっちゃにしないでくださいね。そういった合筆制限に当たる場合であっても、変更の登記を経由すれば合筆をすることができますっていうことは、変更構成と分筆合筆分合式は1の申請情報によって申請することができるんだから、今回の足あみたいな登記もすることができると、だから足あは×ということになります。では意を見ていきましょう。地目変更と地籍構成、まあ、これもね、変更と構成っていうのは1の申請情報によってすることができるので、今×ということになると。では右を見ていきましょう。高建物を取り壊し、その後押す建物を新築、このですね、滅失と表題は1の申請情報によってできるかというと、これはすることはできませんので正しいということになります。これ目的、同一管轄地内の不動産で登記の目的と原因日付が同一だったらば1の申請情報ですることができると、まあ、今回で言ったら登記の目的は、建物滅失登記それと建物表題登記で違いますし、原因日付も年月日取り壊しと年月日新築で異なりますので、うはすることはできないということになります。では絵を見ていきましょう。同一の管轄区域内にいずれも所有権登記名義人が A である高土地と押す土地が隣接して存在する。で、宅地造成が完了して両方ともですね、地目が同一の日に雑種地から宅地となった。この場合、高土地と押す土地の地目変更登記は1の申請情報によって申請することができるかと、これができるということになりますね。同一管轄、さっきも言いましたけども、同一管轄地内で、登記の目的と原因日付が一致していれば OK なので、目的は両方とも地目変更ですし、原因日付は年月日変更で同一の日同じなのですることができると、ほぼ一緒です、ね。表題部所有者が A の高土地と所有権登記名義人が A の押す土地、これ両方とも分筆するっていうのは1の申請情報によって申請することはこれできます。だから×これも登記の目的は土地分筆登記ですし、原因は年月日で、あの何番何番に分筆っていうのはあれ原因日付ではないので、原因日付欄に書いてるだけなのでね、あの形成的登記ですので日付という概念がありません。なのでこれも絵と同じで、目的も原因日付も一緒なので1の申請情報によってすることができる。だから誤り、うと絵が正しいので5番ということになります。では問い順に見ておきましょう。分割合併の登記に関する問題ということになります。まずあですね、共用部分である旨の登記がある、もうこの時点でアウトなんですけども、共用部分である旨の登記がない押す建物、これを合併できるのかというと、共用部分である旨の登記というのは合併制限にあたります。なので申請することはできません。では意を見ておきましょう。高建物の登記録から高建物の付属建物を分割して押す建物の付属建物としよう。高建物の付属、こいつを押す建物の付属、これ登記録上ね、あの現実は、何もあの物理的な変化はないんですけども、登記録上ですね、高建物付属を押す建物付属にしようという分割合併登記、これはあの建物分割合併登記という、1の申請情報によって申請する、できる、代表的なものですよね。あの土地で言ったら分合筆登記と同じです。なので意の足も正しいと。では右を見ておきましょう。互いに接続する高区分建物と押す区分建物を合併して1個の区分建物とする。これ先ほども出ましたけども、いわゆる区分合併ですね。201と202を1つの区分建物として取り扱うような区分合併です。
合併前の工区分建物と大津区分建物の種類が同一でなければ申請することができないかというと、これ×です、土地の合筆は地目が違ったらできません。と、いうのは、土地はですね、一つの土地について一つの地目しか設定できないから。一方建物は一つの建物について複数の種類を、ね、居宅、店、車庫みたいに、登記することができます。なので区分合併も種類が違くても変わらないならばね、区分合併も同じ、それぞれ同じ元の種類として使うならば2つ書けばいいだけですから、同一でなくても申請することができますので、うは誤りということになります。では A 見ていきましょう。1棟の建物の中間部分を取り壊して、相互に接続しない2棟の建物とした場合において、これいわゆる分棟ですね。目的は、建物の表題部変更登記ですけど、分棟の登記です。いずれの建物も主である建物とする場合には、どちらか一方主である建物、もう一方付属建物とする建物の表題部の変更登記を申請して、それが完了しないと分割の登記をすることができないかというと、これは誤りということになります。分棟分割登記ですね、建物の表題部変更点建物分割登記、主従の関係にね、分棟後なければもうこれ一の申請情報によってするしかないという場合もあります。ですので分棟の分割登記というのはこれ一の申請情報によってすることができると。だからこういう手順を踏む必要はありませんので、 A は×ということになります。では O を見ていきましょう。敷地権登記がある高区分建物を敷地権登記がある大津区分建物の付属建物とする、合併登記は申請することができないか、できますよね。敷地権というのは、符号1付属建物の敷地権みたいですね。主の方は敷地権だけですけども、主と付属で、どっちの敷地権なのかっていうのを公示することができます。なので敷地権のね、土地の合筆とかできないんだけども、敷地権のある建物の合併っていうのは、あれは合併の制限に当たりません。なのでできますので、おは×、あ、いが、正しいので正解は1番ということですね。はい、では問13を見ていきましょう。建物表題部の登記に関するものの中で正しいものの組み合わせはどれかと。まず足青を見ておきましょう。表題部所有者である A の申請によってされた A を所有権登記名義人とする所有権保存の登記、これが錯誤により抹消された場合、その建物の所有者 B の申請または職権によって改めて表題登記をすることになる。ちょっと意も一緒に見ておきましょう。建物の表題部所有者の相続人を所有権登記名義人とする所有権保存の登記で、こっちを錯誤により抹消された場合は、登記官において表題部所有者が所有権を有していることを確認することができるときであり、かつ当該建物が現存するときあっても当該建物の登記録は閉鎖されるのかと。これ合わせて押さえておきましょう。まずあの事例なんですが、表題部所有者はこれ A さんです。で、表題部所有者が所有権の保存の登記をすることができるので、所有権登記名義人が A になったと。一方、E の事例というのは、仮にこれ、表題部所有者が A さんだとしたら、その保存登記をしたのは、A さんの相続人の B さんということになります。で、あの場合、A が錯誤ならば、もうこれもね、そもそもこの表題部所有者から保存の登記ができたんであって、こっちが錯誤だったらばこっちもダメでしょと。だからこの場合これ閉鎖されるんですね、登記録が閉鎖。閉鎖されるんだから正しい B さんが改めて表題登記を申請するということになります。一方 E の場合、B さんが錯誤であっても、じゃあ相続人じゃなかったのかなっていう話になってくるんで、ここが×になるだけなんですね。A さんが持っていたというのは確認することができました。だからこれ閉鎖にはなりません。
A が表題部所有者というのが復活するよって閉鎖されるというのはこちら誤りということになります。なのであが丸、いが×ということですね。ちょっとこれ2つ合わせて押さえておきましょう。続きましてうを見ておきましょう。これちなみに問い者さん難しいです。うを見ていきましょう。建物を新築する場合において先取り特権の保存の登記がされた、先取り特権の保存の登記がされるとどうなるのかというと、登記録のところにですね、建物の、種類構造床面積が表記されるんですが、その原因のところがですね、種類構造および床面積は設計書によると、まだ立ってないからね、こういうものが立つよっていうものを、これが原因になると。種類構造床面積っていうのは丸1丸2丸3で書かれてるんだけれども、原因日付が年月日新築ではありません。種類構造床面積は設計書によるというふうに記載されていると。でこのあと完成したら、こっち側にですね、年月日新築という表題登記を申請するということになります。なので表題登記を申請する必要がありますので、うは×ということになります。では絵を見ておきましょう。所有権の登記ある建物の付属建物を新築した、この場合何の登記を申請しなければならないのかといったら、建物表題部変更登記、これを申請しなければなりませんと。だから丸ですね。A は丸ということになります。では O を見ておきましょう。 A が表題部所有者である公建物と、 A が表題部所有者である乙建物を付属建物として登記されている丙建物です。これが増改築工事で1個の建物となった、この場合公建物と丙建物が1個の建物になった日から1月以内に合体後の建物についての、要は合体による登記と、これを申請しなければならないのかと、いう話なんですが、公建物と合体したのはこれ丙建物です。で丙建物っていうのは乙建物の付属建物なんですね、なので一旦丙を乙から切り離す、切り離すその分割ですね、分割登記を申請してから合体による登記と、これを申請することになります。いきなり合体による登記とは申請できません、なぜなら丙っていうのは乙建物の登記録の中にある付属建物だからと、よって O は×ということになります。はい、なので正しいものの組み合わせはですから、あと A が正しいので足2が正解と。では問い14見ておきましょう。登記の第ですね、まず足A、土地区画整理事業の施工者というのは、土地区画整理事業の施工のために必要がある場合は第1して申請することができます。これは有名な論点ですね。14のアは×ということになります。ではイを見ておきましょう。一筆の土地の一部について地域権の設定を受けた。で地域権っていうのは例外的にですね、土地の一部に設定するということができます。なので所有権と違って一部に設定することができますので、所有権とか抵当権とかと違ってね、地域権だけです、物件は。なのでその地域権を保全するためにはそこを分筆しなければならないというものはないんですね。分筆が保全のために必要な登記ではありません。なので代位権使えないです。よって分筆の登記は申請することはこれできません。ではうを見ていきましょう。一筆の土地の一部について、処分禁止の仮処分命令を得た債権者、こういった処分制限もこれ一部にするためには抵当権と同様ですね、所有権と同様、分筆しないと設定できない。地域権だけが特別。よって
その一部も分泌する分泌登記を申請することがこれできます。うわ、正しいです。絵を見ておきましょう。一筆の土地について相続人 A、B が法定相続分に応じて相続による所有権の移転登記がされた後に、当該土地を二筆に分泌してそれぞれが、遺産分割するという調停が成立。その場合、調停証書を代位証書、代位情報として付けることによって単独で B に対して分泌登記を申請することができます。まあ、調停調書ですからね、確定判決と同じ効果です。なのでどうせそうなるんですね、片方が協力しなければこうなるんだよと、裁判所のお墨付きだよと、ね、調停証書これを出すことによって、代して他の相続人に代して、申請することができると、まあ、これも非常に有名な論点ですので、できたんではないでしょうか。では O を見ておきましょう。 AB が所有権登記名義人であり地目が農地である土地について、農地を所定の許可を受けた上で宅地としたと、でところが共有者の一人が登記の申請に応じない場合は A は B に対して申請することができるのかというと、これはできません。なんでって言ったら代位ができないんです。これ地目変更登記なんだから共有者の一人がすることができます。だから A が単独でできるんだから B に代位するということはこれできないんですね。報告的登記だから、だからうと A が正しいので4番が正解ということですね。では15番を見ていきましょう。表示に関する添付情報、添付情報に関する問題ということになります。正しいものの組み合わせは、まず足青を見ておきましょう。これ結構ね、結構ねというか、実務の取り扱いなので、ちょっとわからない場合があるかもしれませんね。まあ多くの方がわからなかったでしょう。でも答え出せますので、まあ、あはね、ここで押さえておいても良いんではないでしょうか。何かっていうとこれ、土地の所有者と建物の所有者が異なる場合ですね。A さんが建物の表題登記をするときに敷地が B さんだったと、この場合ですね、登記官としてはこれ本当に権限があって建てたのと、だって人の土地だよってなるわけですね。なので登記官としては本当に B さんにね、これ A さんが建てたっていうものを A さんが建てていいのかっていうのをですね、確認取りたいわけです。なのでこういう場合実務では上申書という形で、土地のね、底地の所有者等にですね、実印をもらって A さんが建てたものでは間違いありませんというこの上申書を A さんの所有権証明書として提供するということがあります。でその場合は一部のものによる証明でも差し支えないと、これ A は正しいので、一度過去問で出た以上ですね、繰り返し出る可能性もありますので、ちょっと論点として入れておきましょう。はい、では E を見ておきましょう。 A を所有権登記名義人とする建物の合併の登記、これが電子申請をする場合は委任状にA が適正な電子署名を行った、電子署名を行ったらこれ電子証明書を提供するんです、ね、これ印鑑証明書なんていりません。だって実印押してないから、もうこれ電子署名と電子証明書でこの電子証明書っていうのが、印鑑証明書になります、なのでいわば×ですね。この電子署名って印鑑と違って印鑑は認め印と実印っていうふうにありますけれども、電子署名はこれ実印に相当するものしかないんですね。だから認めでも実印でも、電子署名の場合は電子証明書を提供すると、一方印鑑の場合は実印の時に印鑑証明書、認め印の時はそれに代わるものはありませんので、この2つはですね、このように区別しておきましょう。いわば×では、うを見ておきましょう。株式会社を所有者とする建物表題登記で電子申請をする場合、委任状には電子署名を行った。
電子署名を行ったにもかかわらず会社法人等番号を提供しなければならないのかというと、こちらも誤りということになります。なぜならこの電子署名には会社法人等番号これもついていますので、電子署名を行えば会社法人等番号を提供をこれ省略することができます。なので「うはバツ」ですね。では絵を見ておきましょう。所有権登記ある建物の合併の登記について電子申請をする。で、登記識別情報が書面で通知された場合はそれをスキャナーして電子署名を行ってデータとして添付情報として提供できるのかというと、これはできないです。電子申請の場合、登記識別情報はこれパソコンに入力するんですね。なのでスキャンしたものを PDF にして、でそれにね、電子署名をして提供するというのが登記識別情報の場合できません。なので絵も×ということになると。もうこれはもうたびたび過去問で出ていますね。では O を見ておきましょう。表題登記がされていない建物を相続した A が表題登記を申請する場合、所有権証明書それと住所証明書として法定相続情報一覧図の写しを提供することができるかという話なんですけども、これ法定相続情報一覧図の写しって所有権証明書としては提供できました。ですが利用範囲が拡大して住所証明書としても提供することができるようになったんですね。なった、だから O は知らない方がいらっしゃったかもしれませんけども、ね、E から A がこれ明らかに誤りなので、消去法でですね、問い2と答えが出せたんではないでしょうか。まあ、いずれにせよ問い15はちょっと難しい問題ということになります。難しい問題だし、これ今後に響いてくるようないい問題です。なので知識として問い15は押さえておきましょう。続きまして問い16を見ていきましょう。不動産の表示登記の申請に関する問題と、誤っているものはどれかと。まず足あですね。雑種地の土地の上に建物を新築して宅地になった、その後に当該土地の所有権登記名義人となったものは所有権登記があった日から1月以内に、地目変更の登記これを申請する義務を負うのか、負います、あは丸ですね。まあ、そもそも持ってる人というのは地目が変更があった日から1月以内の申請義務が発生しています。ですがその、ね、土地を買った人も変更があってから1月じゃかわいそうですよね。もう1月以上経ってから変更になった可能性もあります。ですが実態上の所有権が移転したとしても登記官からしたらあなた誰になってしまいますので、その所有権の移転の登記がされて所有権登記名義になった、要は登記録にその人の名前が載った、名前が載れば登記官はあ、所有権登記名義人だねと分かりますから、その登記があった日から1月以内の申請義務が発生するということになります。なのであは丸ですね、所有権登記名義人となってから1月ということになります。では E を見ましょう。所有者が A である不動産について表題部所有者が誤って B と記録されている。この場合表題部所有者の公正の登記これを申請するわけですけども、表題部所有者公正登記の申請人というのは真実の所有者である A です。A が単独で申請する、単独で申請するんだけれども B の承諾書が必要、そういう登記ですね。A から B の承諾書をつけて登記しますので共同して申請するものではありません。だから E は×ということになると。では U を見ましょう。表題登記がない区分建物のない、建物の所有者である A が死亡して A の相続人である B が単独で当該建物を相続した、非区分建物未登記の建物を相続したというケースです。表題登記のままか未了のまま未登記のままさらに B が死亡して C が単独で当該建物を相続した、ABC と、それぞれこうなくなっていると。ただし建物自体は未登記です。この場合区分建物だったら建てた A これをね、某 A ということで表題部所有者にしなければならないんだけれども、
まあ、今回は表題登記がない区分建物でない建物の建物と、区分建物のない建物とありますので、これは C さん、 C さんが所有者として当該建物の表題登記を申請する義務を負うということになります。なので上丸ということですね。では絵を見ておきましょう。敷地となっている土地の分泌によって区分建物のない建物が所在する土地の地盤に変更が生じた、うん、この場合建物の所有権登記名義人は建物の所在変更登記を申請する義務を負う。これは負いますよね。地盤じゃなければ何も関係ないんですけども、地盤が変更になった、うん、地盤じゃなければ、まあ、建物図面の訂正の申し出とかですけども、地盤が変更生じてますので、地盤というのは建物の所在のところに入ってます。だから登記録の変更が生じてるんですね。よって変更が生じているわけですから、1月以内のですね、建物表題部変更登記、これを申請しなければならないケースということになります。なので絵は丸、を見ておきましょう。こちらも変更なんですが、その理由が行政区画の変更。行政区画の変更の場合は義務は負いません、だからおは×、いおが誤りで正解は4ということになります。では問17を見ていきましょう。地図等の訂正ですね、うん、正しいものはどれか。あ、土地の区画に誤りがある場合において相続によって当該土地の所有権を取得したものはまだ所有権の移転登記をしていなくても地図の訂正の申し出をすることができるのかというと、これできないとなってますが、できます、うん。申し出というのは所有者とそれと相続人、ね、その他一般承継人からすることができますので、あは誤りということになると。では意を見ておきましょう。地図の準ずる図面、地図に準ずる図面に表示された土地の形状に誤りがある場合の訂正の申し出、うん、でこの場合その訂正をすると申し出にかかる土地以外の土地の形状を訂正すべきこととなる場合、この場合これ却下ということになります、ね、なのでもしね A を訂正、 A 土地を、公土地を訂正しちゃうと乙土地の形状も変わってしまうという場合はこれ却下されちゃうんですね。そういう場合は公土地と乙土地の訂正の申し出を申請しなければならないということになります。だから岩丸。続きまして、右を見ておきましょう。土地の所有権登記名義人と隣接地の所有権登記名義人との間で両土地の地盤を付け替える旨の合意、もうこれじゃね誤りですね。地図に準ずる図面に表示された土地の地盤に誤りがあるとして訂正の申し出をすることができるかと、できません。そもそも誤りじゃないですし、地盤というのは主人の合意で変、交換するというのはこれできませんので、こちらは×ということになります。はい、では絵を見ておきましょう。地図に準ずる図面に表示された土地の形状に誤りがある場合、うん、この場合ですね、その申し出を取り下げたとき、それと却下されたとき、その場合申し出書と添付書面が還付されるのかという話なんですけども、取り下げたら申し出書と添付書面がこれ両方ともこれ還付されると。一方却下されたら、まあ普通の登記の申請もそうですけども、添付書面のみが還付です。申し出書、普通の登記だったら申請書、これは還付されません。なので絵は誤りということになります。続いて O を見ておきましょう。地図に準ずる図面に表示された土地の位置に誤りがある場合、その誤りを登記書に備え付けられている地籍測量図によって確認することができるとき、うん、この場合特定する情報を提供すれば土地の位置に誤りがあることを称する情報を提供しないで訂正の申し出をすること、これをすることができますと、うん、通常ですね、形状位置に誤りがある場合は土地所在図や地籍測量図、これを提供するということになります。
ですが、登記所にですね、備え付けられた図面で、それが確認できる場合は、それを特定する情報さえ出してあげれば、土地所有者積極譲渡を提供する必要がなくなるということですね。なので、おは丸。いとおが正しいので、足3が正解ということになります。では、問い18、見ていきましょう。区分建物である建物の登記、区分建物の問題ということになります。正しいものの組み合わせは、まず足あ見ていきましょう。一棟の建物が所在する公土地が、敷地権の目的である土地として登記されている敷地権付き区分建物で、その敷地から乙土地を分泌する分泌の登記がされた。これによって乙土地がその上にですね、一棟の建物が所在しない土地となった。この場合、分泌の登記から一月以内に区分建物表題部変更登記を申請しなければならないのかと、ね、オスト地は敷地権の目的である土地じゃなくなったことによる、変更登記を申請しなければならないのかというと、そもそもですね、これ公土地というのは一棟の建物の底地、敷地なので、いわゆる法定敷地ということになります。でこの法定敷地なんですけども、分泌で1棟の建物の床面積がね、ベランダとかも含まれるんですけども、じゃなくなったら、敷地じゃなくなったら、これ、みなし規約敷地になるんですね。なので、分泌して1棟の建物の所在しなくなったとしても、みなし規約敷地なので、敷地権の目的である土地に何ら変わりはありません。よって、何の変更もないので、表題部変更登記を申請する必要はないということになります。あは×ですね、みなし規約敷地になるから。では意を見ておきましょう。区分建物が属する一棟の建物の構造について、表題部の構成の登記を申請した。一棟の建物ですからね、その一棟の建物に属する他の区分建物の所有者の登記名義人も合わせて1棟の建物の表題部の構成の登記を申請しなければならないのか。これは誤りです。1棟の建物の変更構成については、その1棟の建物に属する占有部分の所有者と全員が申請することが、構成だったらできる、変更だったらしなきゃならないと、ね。だけれども誰か1人が申請すれば、全員のですね、登記録上の1棟の建物の部分というのが変更構成されます。よって合わせてしなければならないというのもないですし、誰かがすればもうその時点で終わり、全員変更構成されると。なので、いは誤りと×ということになります。はい、では、うを見ておきましょう。一棟の建物が公区分建物と乙区分建物の2個1棟の場合、乙区分建物のみが滅失したとき、この場合は滅失の登記と公区分建物の非区分建物への変更登記、これを合わせてしなければならないと。これも誤りです。一括申請の適用があるのは、これ表題登記だけ、区分建物の表題登記だけなので、うは×ということになります。これ絵がね、ちょっと難しいですね。敷地権である土地の地上権の存続期間が満了した。で敷地権登記を抹消する表題部変更登記を申請する場合は、令和何年何月何日敷地権消滅と記録して申請する。これは丸ですね。要はね、登記された所有権、賃借権、地上権、なので、もうその地上権が満了してしまったら、もうこれ敷地権としてのですね、がもうなくなるわけです。で敷地が消滅するわけですね。でその時の原因の書き方なんですけども、年月日敷地権消滅というふうに書きます。書くんだけれども、これは知らなくてもいいかなと。知らなくても答えが出せる問題ですね。では O を見ておきましょう。3個の区分建物で構成される1棟の建物に属する区分建物について表題登記を申請する。で1個の区分建物についてのみ分離処分可能規約が設定されているので、他の2個の区分建物についてのみ敷地権に関する事項、要は敷地権の登記をしたいと
これはすることができます。ね、敷地権というのは全部または一部について、ということですので、をはすることができると。なので、をが、ね、正しい基礎問題ですので、まあ、を軸に考えると、いとえになって、まあ、えが分かんなくてもね、いが明らかに誤りなので、正解は足ごと、いうふうにですね、出せたということになります。続きまして問19見ていきましょう。問19、連々ですね、筆解特定制度に関する問題でした。ね、だけれども今回は、ちょっと特殊な問題が出題されている。その代わり筆解特定のところが記述式のですね、問21の方で出題されたということで、ちょっとここが あれと思ったかもしれません。でしかもこの問19ですね、結構時間かかるんですね。簡単なんですよ。簡単なんですけれども、時間がかかるがゆえに、でしかも問19っていうもう最後の方ですから、ね、あれ、ね、もう時間ないじゃんみたいな、こういったね焦った状況の中で、ちょっと時間かかりそうだから飛ばしちゃおうかなと、いう方が非常に多い、そういう印象を受けます。ですが、落ち着いてね、今改めて見てみれば、もう非常に簡単な問題ということになります。見ていきましょう。登記記録がですね、公土地と乙土地についてある問題ということになります。では見ていきましょう。まず、あとい、これは一緒に解いていきましょうかね。令和元年10月18日の時点では、公土地に6番の土地の全部が含まれる。一方、いは乙土地には5番の土地に相当する部分の全部が含まれるのかと。同じことを聞いてますこれ、見ていきましょう。はい、まずあの方から、見ていきますけども、6番の土地ってここで出てきますよね。平成22年に出てきます。でこのあと合筆しかしてませんからね。だから当然6番っていうのは含まれるということになります。なのであは丸。一方いなんですけども、5番ってのはこの平成22年に出てくるんですけども、この後ね分筆してるんですね。だから3番1に5番を合筆した後に分筆ってさ、こう横とかにしてもいいわけじゃないですか。5番を合筆すると全体が3番1になって、それをこう分筆するわけですから、失礼しました、ね、合筆して全体が3番1になった後にその後分筆するわけですから、元のねその5番というところの全部が3番1に含まれないということがありえます。なのであは合筆だから含まれる、いはオスとチは分筆してるので含まれないよと、いうことで、あが丸、いが×というふうになると。ではうを見ていきましょう。3番3の土地について平成27年の分筆登記による登記録の作成時から、平成27年の合筆の登記を申請するまでの間に、特に 分筆も合筆もされていない時というのは、公土地と乙土地は隣接しているのかという問題です。見ていきましょう。はい、まずですね、平成19年に乙土地から3番2という土地が分筆されてます。平成19年にもともと3番って土地なんですけども、3番1と3番2っていうふうにこう分筆されてるわけですね。これは平成19年で、その後ここ公土地について、今2番1の土地について3番2と6が合筆してるんですね。合筆というのは接続してなければできません。合筆というのは接続してなくちゃダメ。もちろん分筆というのもですね、分筆前の土地で言えば一つの土地ですから、3番1と3番2はこれ、接続している状態だったと。っていうことは、まあ、この後ね、ここまでが公土地、
でこっちがオストチになったわけなんですけども、3番2が分泌して合筆しているので、ここの境というのがですね、依然こう接続しているわけですから、運も正しいということになります。まあ、同じような話が足へ、引っかえが存在しているってことは、まあ接続しているみたいなもんですからね。2番2の土地について、だからこの「あ」と「い」が同じように「う」と「え」も同じような問題だったと。2番2の土地について先ほどと同じように何ら分泌が合筆されていない場合は、平成19年の分泌で創設された高土地と2番2の土地の筆替え引っかえは今でも存在しているのかと、いう話なんですけども、平成19年の3月22年の分泌、これですね、この時に2番1と2番2に分泌されてます、この時に2番1と2番2に分泌されたんですよ。でもこの後って3番2と6番を合筆したり、3番3を合筆したりということで、この2番1にこう合筆するような登記しかしてないじゃないですか。っていうことは分泌してないので、ここの筆替えっていうのは今でも生きているということになります。なので存在している絵は丸と、では「お」を見ておきましょう。まあ、これが時間かかるやつですね。これも分泌合筆がされていない場合は、失礼しました、合筆されていない場合は平成22年の合筆登記による5番の土地の地籍と、6番の土地の地籍、これどっちが大きいのと、問題は5番の方が大きいというふうに書いてあるんですけども、なので5番と6番の地籍を計算しなければならないということになります。見ていきましょう。まずは平成19年のオスト地の登記録、こちらに注目してください。はい、これを見ますと、もともと3番 170.01 だった土地、ね、3番というちょっと紙を使いましょうかね。3番というのが 170.01 だったと。でこれが3番1、3番2に分泌された、でこの登記録って、この地籍というのは当然3番1の地籍です。3番1の地籍は125ですね。そうすると3番2の土地は、結構ここで電卓使うんで、あれもう皆さん記述式に入ったのかなと、ね、焦った方もいらっしゃったのではないでしょうか。そうすると3番2は 45.01 ということになります。でこの後、今これね、でこの後高土地の登記録を見てみてください。高土地の平成22年では 66.11 の2番1の土地に3番2と6番を合筆した結果 301.06 になってます。図で書くと、もともと2番1という土地がですね 66.11 だった。ここに3番2と6番が合筆された結果 301.06 になったと。でこの3番2の地籍は上でやったように 45.01 です。ここでね、6番の地籍が分かりますね。301.06 から66.11と 45.01、 これを引いてあげれば OK。 そうすると6番の土地は 189.94 平方メートルになると。
これが6番の地籍ということになります。一方5番の地籍というのは、まあ、ここを見てあげれば OK ですね。一発ですね。125だった3番1の土地に5番を合筆したら 305.05 になった、125だった3番1に5を合筆した結果 305.05 になったと、あるわけですから 305.05 から125を引いてあげると 180.05 平方メートルになると、ね、5番が180、6番が189ですから、まあ、6番の方が大きいということになります。なので、ここの問題は5番の方が6番より大きいって書いてあるんだから違いますよね。6番の方が5番より大きいと、だから O が誤り、E と O が×ですので足4が正解ということになります。では問い20を見ていきましょう。調査士の義務に関する問題ということになります。これは、まあ、中山は実際やってて、あ、絵は明らかに誤りだなと。でもなんか他に誤りあるかと思って、まあ、足を見てみると、あ、なんだ、ここじゃんと、ね。そのようにね、ちょっと一発じゃこれはうまくいきませんでした、ね。で読み返したら正解できたという問題になります。まず足青を見ておきましょう。いわゆる依頼に応ずる義務です。原則、土地確証書は依頼に応ずる義務があります。ですが、依頼に応ずる義務がないのが筆解特定の代理と相談、さらに ADR ですね、なのでこれを除き依頼を拒んではならないと書いてありますので正しいということになります。ちょっとあやふやだとなかなか「あ」にね「丸だと自信を持ってつけられなかった方がいらっしゃるかもしれません。では「い」を見ておきましょう。土地確証書は2以上の事務所を設けることはできないと。う、土地確証調査士はその所属する調査士会、調査士会連合会の会則を守るように努めなければならないと。これが×です。会則を守る、ね、会則を守る義務があります。努力義務ではありません。努力義務なわけないですよね。だったらね、会則守らなくていいのかって話になってきますから、これ義務です。よってこの努めなければならないというところが誤りなので、うは×ということになります。では A 見ておきましょう。調査士と出会ったものは正当な事由がある場合であっても業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならないのかと。いわゆる秘密保持ですけれども、正当な事由があれば OK です。だから×ですね。あってもってところが誤り。だから、例えば依頼者の承諾があるとか、刑事訴訟のですね、証人として証言するというような正当な事由があれば、秘密を他に漏らすということがこれできますので、正当な事由がある場合であってもというところで絵は誤りということになります。これはほとんどこれ条文なんですけども、あ以外はね、こういう変な引っ掛けみたいなんですね、ちょっと調査士試験としてはなんか珍しいかなと思うんですけども、こういうところで、が誤りという問題になってくると。お、土地科学調査士はその所属する調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならないと。これはいわゆる研修義務というものになります。正しいですね。これは努めなければならないでいいのかという話ですけれども、これはね、資質の向上を図るようについている努力ですので、絶対に資質の向上がしなければならないっていうわけにはね、いきませんので、ここは務めなければならないというのが正しいということになります。なので、う、えが誤りなので、正解は4ということですね。
はい、ということで、令和元年土地価格調査士択一式の統一から統一20までの20問について全問全足ちょっと掘り下げて解説いたしました。この後は記述式の方の解説もありますので、そちらもご覧ください。以上です。